遊びに行くことですから、はい、ああそうだ、あの、うん、持ってきますね、メガフッカー、メガフッカー持ってきて妻がなんて言うかな、手ぶらでは行けないので卵とメガフッカー持参で行ってあれじゃない、でも作れるようになるんじゃない、うちに来るまでもなく、いい線はね、だってその後修行してんでしょ、1回だけ、それついに甥っ子が参戦してきたじゃないですかあれはさ、あれは何なの、あれは本当そう、何なの、わかんない、あれは自主的なの、自主的ですよね、自主的で、私にだけ弟が LINE を私にだけ送ってきたんですけど、うん、まず私への動画のくせに、うん、姪の弟ですって言って始めたんですよ、まずで佐口さんに動画送ってって言われた時に切りました、そこは、なんかそれ送ったらなんか編集してくれって言ってるみたいになっちゃうから、なんかもうな こいつやる、なんかなんでノリノリなのと思って、メインの弟ですってとこ切ったんですよ、卵2個で始めますってとこから送っちゃって、なんかあのなんかそうやってもらったらなんか悪いし、弟もそんなつもりは多分ない、そんななんか私が何にも編集してあげるぐらいの感覚だったのかもしれないんですけど、でまずさ そもそもその甥っ子はさ、姪っ子のだから姪っ子チャンネルのまず存在を知ってたわけでしょ、は知ってます、うちのね母親と弟はすっごい見てる、父親わかんない、母親と弟めちゃくちゃ見ててなんかもううん、すごい。それで姉ちゃんが姪っ子って呼ばれることに関して弟さんはなんかなんともないの、なんかしかも姪っ子なのに姪チャンネルとか言ってくるんですよ、なんか姪チャンネルでこの間付き合いを求めてたねとか言って、なんかちょっとギャラン、なんか違う王道姪みたいな感じいやー、メイで来るからなんかね、なんかや4つも年下なんですけど、なんか、うん、私よりだいぶしっかりはしてて、うん、っていう感じので、なんか一人暮らし歴は弟の方が長かったですし、料理も実際、うん、私弟に料理本をもらったのがきっかけで料理始めたんですね、この3月に。そろそろこういうの本見ればできるからっつって、うん、あってそれを作り始めたのが実はこの3月のきっかけだったので、はあ、そう、実はだから弟の方がうまいっていうのは全然もう分かったことで、で手際で送ってきたんで、えこれもしかして成功を送ってきたと思って、まあそうだよね普通、うん、なんか手際いいなと思って、あ、うん、しかもなんかもう家でラーメン作る、もううちで超見たことある鍋で作ってるんですよ、もうな鍋なんですよ、見たことある鍋で、ね、うん、もうゆで卵かラーメン作る鍋で作ってきちゃってるから、あれで成功したら、うん、なんかね、私鍋のせいだとか言って鍋変えたばっかじゃないですか、うん、チャレンジで、うん、なんかあれで成功されたらやばいなと思いながら動画見てたら、なんだと思って、うんいや王道系だよね、王道系が何たるかは俺は別に分かんないけれども、時々話を聞くだけだけど、なんかあれを見るとさ、王道系だなってなんか勝手に思っちゃったよ、いや王道系ですよ、ですよね聖書さん、うん、でなんか、そうですね、あ、なんかその母親が田口さんのまず編集して、うん、田口さんが編集してくださったおいっ子チャンネル見て、うん、なんか私が思ってたことが、うん、テロップ出てくるっつって、すごいこの編集って面白いって、すごい前のめりな感想が来たんですよ、なんか思った通りのテロップが出る、これはすごい、めっちゃウケうるっつって、ウケウケっていうスタンプが来たんですけど、ウケウケっていうスタンプだったね、そうで、その、うんうん、でその後に、うんうん、皆さんの B 店のスクショを見せたんですよ、そしたら、なんで同じ失敗するみたいな聖書さんのコメントとか、うん、え王道系
兄弟やばいみたいな多分そういう感じのスクショを送ったんですよ。おーおーおー、そしたら母親が急に、うん、めっちゃ遺憾ですとか言って同家がなんか料理が下手みたいになってる。そうだよね、悲しんでて。いや、私ね、オードちゃんのお母さんしくじってるわ。すごい悲しいとか言ってたのに、あの教会なんか世間はそう見たんだよ兄弟のことっていうのを送って、うん、あのこっちでもですみたいな感じで送ったら、うん、すごいなんか母親から何にもそのスクショに対するリアクションがなくて弟からあの母が遺憾がってるとか言ってきて大道家が減ったみたいな。いやそりゃそうですよ。いやでもさ大道家減った、特にあのおいっ子は下手じゃないんだよ。途中まで全然敵はもう早いし、ね、見事で、うん、でじゃそもそも多分あれ取り始めたのも俺は ああいう感じの鍋でもできるけど願い多分やりたかったわけじゃん。そうだよね、うんうん、で結果失敗してるんだけどその動画を送ってくるっていうところが王道家を感じる。そう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 なかったことにしないっていう、ね、ないんだよね。すごいね。私も必ずこれは回してるんですよ動画自体は絶対。ああ挑戦するときは回すっていうもう自分ルールは作ってて、うんそうね、あの私はでも単純に成功の瞬間を撮りたいからっていう理由で回してるんですけど。いやいやそれでいいよ、ね、合ってるよ。だって成功したとこを私しか見れないっていうのはもうあれだなと思って。そうです、ちゃんとね、うん、証拠はね残してるところで今日そう王道ちゃんにあの報告があるんですけど、はい、甥っ子が鍋で作ってたりします。メガフッカ京子の弟が、はい、なんで私嘘でしょ。色違いですよ私と。なんで今日一番じゃないか。兄弟で同じ鍋を使うってこと。すごい。あんなに元気だったね。